すぐに肩がついちゃ面白くねえな。しばらくは一方的に殴らせてもらうぜ。消えた。これは紋章師セリカの力ですね。暗がりに潜んでいるかもしれません。みんな注意してください。俺をどうやって止める？刺すか潰すか、それとも引きちぎるか、楽しみだな。よっ、痛めつけてやる。ほら、またワープ。一体どこに？かくれんぼにも飽きただろう。はい、いいね。加減すべきだった。お前も高ぶってきたみたいだな。いいぜ、解放しろよ紋章師セリカ。最高の気分だ。お前ら全員殺しちまうかもな。待ちくたびれたぜ神竜様。あんたはどんな痛みがお好みだ？指輪を返してもらいますよグリ。無視かよ。知った、心が痛まねえのか。指輪ね、いいぜ、返してやるさ。俺を満足させてくれたら喜んでな。もう押されない。返してよ全部。よかったぜ。神竜殿、感謝します。この力、これより貴軍のために。ベイル様があなた方の死を望まれています。悪く思わないでくださいね。発見。いくらかけようが関係ねえ。俺は戦うだけだ。胸も痛まねえよ。さっ、よっ。悲しいわ、もうあなたと戦うことになるだなんて。私たちは家族だと思っていたの。家族だと？マロンを殺した貴様が何を言う。もっと早くに止めるべきだった。そうすればベイル様もマロンも加勢するわ。かたじけない。助力する。強い。あるということ。裏切り者の毛布じゃねえか。すぐにマロンの元に送ってやるぞ。その名、軽々しく口にするな。貴様らのことは決して許さん。痛みも感じる間に葬ってやろう。慈悲ではなく最大の侮辱として。よっ、正しいと信じている。覚悟はいいですよね。よかった、ボス。おっと、ここまでだぜ。
死んじまったら痛みもわからねえかな。あなたは誰を見ているんです？目の前の私？それとも前の私でしょうか？踏みにじるあら、私の騎士様、もう守ってはくれないのですか？はい、宿で亡くなった俺にはもうあなたをお守りすることはできません。あなたは相変わらず私を見ない、私を呼ばないのですね。レーブン、いつか話したあなたへの次のご褒美は苦しまずに殺してあげることでいかがでしょう？デイル様は必ず取り戻す。どうか見守っていてくれ、マロン。失礼するわ。ああ、会いたかった。殺したかったんです。ずっと神竜などにほだされた醜くて哀れな存在を私の兄弟だと認めるわけにはいきません。同感です。私もあなたを兄弟とは認めません。ベイルを返してください。言ったでしょ、私こそがベイル。お前を殺して今この場で証明します。失礼するわ。